まあ、今シーズンまず、はい、すごい過密な日程の中のシーズンだと思うんですけれども、はい、連戦戦ってみていかがですかね。そうですね、まあ、あんまり僕はネガティブじゃなく、うん、すぐ試合ができて嬉しいって思うし、まあ、そんなに言っても疲労は感じてないんで。じゃあもう本当にその辺のフィジカルの問題とかよりも試合の楽しみの方が勝ってるみたいな、そういうイメージ。そうですね、やっぱりどうしてもミスが起きてしまうので、まあ、チームとしても個人としても、まあ、そこを取り返すっていう強い気持ちで次の試合は僕は迎えられています。まあ、そんな中で、まあ、この今回の5連戦もなかなか勝ちきれない試合っていうのが多かったかなと思うんですけれども、まあ、その中で守備はすごい安定した試合が増えてきたかなと思ってて、はい、まあ、そのあたりのご自身の手応えっていかがでしょうか。そうですね、徐々に、うん、安定感のある守備チームとしてできるようになってきたんで、まあ、次はどうしてもやっぱ得点というふうにそっちに目を向けて、まあ、それはいい守備ができればさらにそこからいい攻撃につながっていくものだと思っているので、うん、まあ、次は得点力をチームとして伸ばしていければいいなと思います。まあ、その今の話もあったように、まあ、なかなか点を取りきれないという場面が続いているかなと思うんですけど、後ろから見ていて今の攻撃陣の、まあ、攻撃陣といいますか、まあ、攻撃面での、まあ、改善点といいますか、そのあたりはどういうふうに捉えられていますか。そうですね、1試合を通して今のは決めれたんじゃないかというシーンっていうのはチームとして作り出せていると思うので、うん、まあ、そこは何ですかね、僕は後ろから見ててそんな悲観的ではないというか、うん、まあ、ディフェンダーとしてはやり続けるしかないので、まあ、前線の選手を信じて試合を戦ってます。前節はアディショナルタイムで本当に惜しいヘディングのシュートがあったと思うんですけども、場面は振り返っていかがですか。そうですね、やっぱりホームだったし連戦で勝ち点もあんまりつかめてなかったので、うん、まあ、そういう思いがあってシーンになったと思うので、気持ちとプレーが結構結びついたいいシーンだったんじゃないかなって思ってます。まあ、今シーズン有馬監督2年目のシーズンで、まあ、センターバックのポジションに結構まあ守備プラスアルファでその攻撃の組み立てというところも結構求められているのかなと思うんですけれども、はい、まあ、そのあたり改めてこうご自身に求められている役割、これから伸ばしていきたい役割みたいなのはありますか。そうですね、本当にその通りだと思っていて、まあ、僕はもうずっと守備のことばかり考えて生きてきてんで、うん、まあ、ビルドアップっていうのはずっと長年抱えてる個人的な問題だとは思っているので、まあ、そこは、うん、今もずっと悩みながらより良くしていこうという気持ちを持って取り組んでいるところです。結構練習中も有馬監督といろいろポジショニングだったりいろいろお話しされているところもあったかなと思うんですけども、はい、やっぱり監督からもそういういわゆるアドバイスとかそういうのは結構ある感じなんですかね。そうですね、うん、有馬さんが求めているポジショニングだとか、うん、プレーだとかっていうのは僕個人と多少ずれる部分っていうのは必ず起きるので、まあ、そこのすり合わせっていう部分でよくアドバイスはいただいてます。まあ、最近の試合見させていただいてても結構こう、はい、簡単に蹴り出さないといいますか、はい、この後ろにつなぐっていう意識も結構太田選手も強くなっていらっしゃるのかなと思ったんですが、やっぱりそのあたり自分ご自身のビルドアップとかいう面での手応えって今いかがですかね。まあ全く、まあ、全然足りてないっていうふうには個人的には思ってて、まあ、もっと優先順位前線につながるパスっていうのは必ず出せる
チャンスはあるし出せると思っているので、まあ、そこを逃さないトラップだとか事前に見ておくことだとか、まあ、そういうのは、うん、もっとレベルアップしなきゃいけないと思ってます。昨シーズンは、はい、まあ、大きい怪我があってなかなかシーズンの終盤まで、うん、かかってしまったかなというところで苦しいシーズンだったかなと思うんですけれども、まあ、その中で今シーズンにかける思いっていうのは改めていかがだったんですかね。そうですね、周りから見る機会っていうか上から見る機会が多くて、うん、やっぱり嬉しさも悔しさもたくさん感じてたんですけど、まあ、特に悔しさという部分で負けてる試合だとかを見てて、やっぱり応援っていうのはできるんですけど、結果を出すっていうのはやっぱりピッチにいる選手しかできないなっていうふうに強く感じたので、まあ、その思いを今年はピッチに立った時には持って、うん、サポーターの方が、うん、なんて言うんだろうな、そういう悔しい思いをさせたくないっていうふうには強い気持ちを持ってプレーはできています。今月に入ってから、はい、サポーターの皆さんも手拍子の応援が解禁されて、はい、結構スタジアムもちょっとずつ雰囲気が戻ってきてるかなと思うんですけど、ピッチに立ってらっしゃる選手としてはいかがですかね。そうですね、例えばカウンターで出ていく時だとかいいプレーをした時とかにそういう拍手をいただけるので、選手にとってはとても力になっています。はい、でしょ。で、まあ、今シーズン先ほどのお話もあったように、まあ、結構強い思いを持って臨まれたと思うんですけど、その中で、はい、開幕早々コロナで中断っていうところがあったと思うんですけど、はい、そのあたりの、まあ、いわゆる気持ちというかモチベーション的にはいかがでしたかね。そうですね、まあ、先が見えない状況だったんですけど、まあ、必ずまた試合ができるっていうふうに信じて、まあ、チームバラバラにならずにみんなでズームなどを使って顔を合わせて、また昇格という目標をみんなでそこからずれずに開幕再開できることをみんなで待ってました。あれなんですかね、まあ、いわゆるマイナスな面ばっかりじゃなくてそういう、まあ、結束を深めるとかいうプラスの面もあった感じなんですかね、その中断っていうのは。そうですね、そのみんなの顔を合わせるときに、まあ、普段は見ない洋服だったりだとか部屋の中だったりだとかっていうふうのは見れたので、まあ、面白かったっていうのもあるし、まあ、離れてても一つのフィジカルトレーナーのメニューをみんなでこなすっていうのはなんか不思議な感じで、はい、面白かったですね。ありがとうございます。そうですね、ま、まあ、今シーズン、ま、手拍子も解禁されましたけども、はい、ま、まだまだ満足にはサポーターの皆さんもスタジアムに来れない日々が続いていると思うんですが、はい、改めて、ま、サポーターの皆さんへの思いっていうのを教えていただいてもいいですか。はい、以前のコロナの前までは本当にサポーターの方からエネルギーをもらって後押しをもらって戦えてたんですけど、今は立場逆じゃないけど、うん、今度は選手が精一杯戦ってピッチで、で結果をしっかり出してまたそういうサポーターの方がたくさん入れるようになった時にまた多くの方が応援に駆けつけてくれるような試合を今はしなければいけないなっていうふうに思ってます。最後になんですけれども、はい、まあ、今シーズンもいよいよ折り返しにが近づいてきてまして、うん、まあ、改めて残り半分への、意気込みを教えていただいてもよろしいでしょうか。チームとして昇格っていうのは掲げているので、まあ、そこは必ず達成したいって思っているので、うん、もうちょっと勝ち点を積み上げないと、まあ、折り返した時に、うん、どん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 自分たちの立場が苦しくなってしまうので、まあ、何としても貪欲に勝ち点は積み上げていきたいなって思っています。ありがとうございます。すいません、はい、お疲れのところ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。